フレックス2のレッスン5です。タイトルがサイコロジカルオブウェイティングインラインね。ライン、列やな。の中で待つことのサイコロジー言うたらあれやろ。心理学みたいなやつやんな。だからまあ、列の中で並ぶ時の心理学みたいな感じかな。で、some years ago、数年前。Executives at the Houston Airport faced a customer relations issue さ。Executive 言ったら、重役みたいな意味やんな。経営者、役員、幹部、重役、取締役。まあ、この場合、経営者の方がいいですか？ヒューストン空港やんな。の、まあ、どれがいいですかね。まあ、経営者にしましょうか。この場合な。Executives 経営者よいしょ、は、アットエアポ、ヒューストンエアポートな。ヒューストン空港の経営者は、フェイス、直面しましたよ。何人言ったら、A customer relations issue ね。顧客に関連した問題ってことですよ。一応まあこのアーがほら名詞の始まりの合図ですよ。でまあカスタマーでも名詞いけんねんけど、一応ここまでこのイシューがほら名詞やから、ここまでワンセットって感じやな。顧客に関連した、問題に直面しましたよと。で It was a problem that many passengers were complaining about the long waiting times at the baggage claim かな、読み方は。なぜ、これ、it でいいですか ?it was the problem. なんちゃうわ。普通にそれはでいいか。その顧客に関連した問題のことやね、この it は。これのことね。いいでしょ。それは、ざっと以下の問題だよってことや。で、このざっとが関係代名詞ですか、なんとかかんとかという問題ですよ、いう話やから。よいしょ。こうですか、こういうことね。前のこのプロブレムにかかってますよってことな。関係代名詞って書いておこうか。よいしょ。どんなじゃあ問題ですかって言ったら、many passengers、たくさんの乗客やな、passengers、were complaining、不平不満を言っているってことですよ。complaining が不平不満言うってことやから。ね、言っていました。about 何について言ったら、about long waiting time、長時間の待ち時間やな。長い間待つことですよ。あった、バゲージクレイム。クレイムって何？バゲージがまあ荷物やから、あの荷物こう受け取るところちゃいますっていう気はしてんねんけども、そうやね、普通クレイムって言ったらこっちになるもんな。普通にクレイムってことなのかな、これ。普通にクレイムってこと？バゲージクレイム。アットザバゲージじゃないもんな。やっぱじゃあクレイムは別の表現になるんじゃないですか？なんかないですか？名詞やろ？名詞やから一応こっから見りゃいいんやろけど、主張、断言、資格とか、請求。ないですよ。あ、でもほら一番下あるやん。あの、クレイムタグ。手荷物、引き換え証やから、ちょっとこの例、ないな。例文にはないけど、このクレームはこの一番下のタイプのやつやろ。手荷物引き換え証が、クレームタグやから、だから、タグが、証明書みたいなやつやろ。引き換えか。手荷物引き換え状にします。まあ、アットがついておうからな、場所のアットでしょ。これね。場所を表すんで、よいしょ。場所。こういうところでね、みたいな話やから、まあ、ここの部分は手荷物受け取り場にします。手荷物。まあ、名前か。手荷物。よいしょ。受け取る。受け取り所。受け取るはもう普通に、ここでいいか。送り仮名なしでいいか。受け取り所かな。ここかな。まあ、みたいな感じでしょう、要は。で、長く待つ、
待っている時間ですね。長い待ち時間についての、不平不満を言っていましたと。あ、っていう問題があんねんな。関係代名詞だったね。よし、ここまでです。というふうな問題がでしたよと。その顧客に関係した問題っていうのはね。で、in response。in response って何でしたっけ？in response。それに応じてってことはね。はい。ということで、in response。それに応じて。それに対してとかやな。それに、一応まあ応じてにしておきましょうか。応じて、the executives、まあ、重役とか、もしくはこのさっきの経営者とかやね。は、increased。increase は増やすってことな。ね。decrease が減らすな。increase the number of baggage handlers working there。ハンドルが扱う、取り扱うってことやから、取り扱う人ってことよね。要は、手荷物取り扱い人みたいな感じか。まあ、なんせそこでやって、働いてる従業員のことよ。working there から、そこで働く手荷物を扱う人の、数ですね。the number of だから。一応書いておきましょうか。the number of で何々の数。で、これ、前の the の場所が、あに変わってたら、カッコね、意味ちゃうねんけど、a number of。a number of やったら、たくさんの何々ってなるからね。あの、a lot of と同じ感じ。で、今回は the number of やから、the の場所と a の違いな。これね。これの違いで意味変わってきますから。the number of でなんちゃらの数や。だから、重役たちはですね、そこで働く手荷物を扱う人たちの数をインクリーズ、増やしたよということやね。まあ、なぜだからそこの手荷物受け取り所での、クレームがあったと。待ち時間長いわ、いう話やったから、そういうふうな、こう、なんですか、従業員増やして、パッ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 ってこう手荷物が受け取れるようにしたってことなんかな。で、the plan worked。その計画は work。うまくいったってことね、work。機能したってこと。うまく、機能、ですか？機能って、こうやったっけ？機能した。その計画はうまく機能しましたと。The average waiting time fell to 8 minutes. 平均の待ち時間が、fell、落ちたよってことです。fall の過去形ね。フォールの落ちるっていうやつの過去形ですから落ちましたよ。で、この次の to は当然まあ矢印の to ね、後ろ名詞来てるからな、前置詞の to です。どこまで落ちたんかって言ったら8 minutes やから8分まで落ちましたよと、短くなりましたってことよ。で、コンマウィッチ来てますから、これはちなみにそれはとか、そしてそれはっていう風な訳してくれたらいいわ。そしてそれはとか、まあ、ちなみに、それはとか言うてあげたいと思います。ちなみにそれは、well within airport industry standards ですか？空港さ、航空産業って言ったらいいか。航空産業のスタンダード基準以内ですか？を、まあ、well、うまくやってるってことだから、まあ、満たしてますぐらいな感じかな。航空産業の基準っていう以内を、基準以内を、しっかり満たしてますということです。But complaints continued。 complaints って呼んだらいいですか、これ。 complaint、 complaint やのな、じゃな、 complaints、 不平不満ですよ。さっきのあの complaining の complain がだから動詞バージョンやからな。それの名詞バージョン、complaints は continued、 続きましたよ、いう話や。な、時間は短くなったんやけど、不平不満は全然やまへんかった、いう話や。OK。ここなんか書いてる方がいいですか？ well, within airport industry。well within で何かあったりする？ほら、一応 well within で、十分何々の範囲である。まあ、一応 B もついてんのかな。B well within。まあ、一応これでほな、書いておくか。be well within で十分何々の範囲内である。はい、ということで一応書いておきましょう。よいしょ、これな、 be
well within で、十分何々の範囲内であるって一応書いておきましょうか。 within が何々以内、何々以下ってことやからな。 well 十分っていう風な状態だよってことやから、こんな意味ですね。で、次の段落ですか。後年 The airport executives decided to analyze their facilities more carefully、空港の、まあ、しっくりくるのどれかないんよね。重役、まあ、経営者でいいか。ずっとさっきからそれでやってるもんね。これやろね。空港の経営者たちは、経営者たちは、まあまあ、いっか。お偉かったわってことね。decide to, decide は後ろ to 不定詞取るよー言うてね、セットで覚えてくださいね。decide to、何々するのに 決定しましたってことや。analyze は分析するですね。their facilities、設備です。facility。more carefully やから、より注意深く、その設備、を分析することを決定しましたと。なんでなんか時間短くなったのに不満続いてんねん言うて、設備ちょっと調べてみるみたいな話やんな。ほんで they found that、この that は接続詞の that ってね、前がだって found っていう動詞来てますから、これ接続詞の that、 よいしょ、that 以下だということが found、 分かったってことね。何が分かったんか言ったら、It took passengers only one minute to walk from their arrival gates to the baggage claim area. ちょっと長いですけれども、まあ、ここまでがざっとの内容やね。これが分かったんだよ、いう話や。で、ですね。まあ、とりあえず、ざっとの後ろ、主語動詞来ますから、It took passengers only one minute。普通、時間がかかる、まあこれはいいか、うん、そうやね、時間がかかりますよという表現は it takes 人、で時間でいいですか。時間、これでまあ人に、こんだけの時間かけるみたいな意味かな。まあ人がの方がいいか。この人、なんて訳そう。パッセンジャーズ。まあ、人やもんな。人に対してって感じか？対して、こんだけの時間かかるよって感じかな。なんせ、It took passengers only one minute やから、その乗客ですか？には、1分しかかかってないね。何に言ったら to walk from their arrival gates にってことや。ちなみにこの from は from A to B でいいでしょう。 from と to ついてますからね。この to は当然矢印の to な。 from A to B で A から B へってことよ。でこいつが当然まあ A のことな、 arrival gate で、こっちの方の B がバゲージクレームエリアのことね。よいしょ。ってことなんで、よいしょ、ここかな。到着ゲートから、手荷物受け取り場所まで歩くのにってことや。な。あ、だから、to つけとくか。ここのやつな。よいしょ。to 何々で、何々するのに、これだけの時間がかかるよっていうふうに書いておこうか。こうね。だから到着ゲートから手荷物受け取り所まで、歩くのに、1分しかかからないんだよってことです。このオンリーはなんとかしかみたいな感じでいいんじゃない？何々しかない。ちょんちょんちょんないみたいな感じね。1分しかかからないんだよっていうことです。で、then、それからかな、その時かな。They had to wait、 その後でか、then はこの場合な。1分だけかかって、その後って感じや。その後にしとくよ、しここは。それからでもいいし。
それから、彼らは、had to の過去形な、しなければならなかったってことで、何々しなければならなかったですね。wait 7 more minutes to get their bags。自分たちの荷物をゲットするのに、受け取るのに、7分以上も待たなければならなかったんだということだな。だから到着ゲートから、荷物受け取り所まではめっちゃ近いんやな。あと1分で行けちゃうんだけど、ただそっから長いみたいな。でも7分待ってんねんけど、みたいな。ようやく自分の荷物来たわ、みたいな話だな。で、that is, roughly 88% of passenger time was spent just standing around waiting for their baggage. That is, つまりってことだね。よいしょ。つまり。ラフリーはもうこれ約とかでいいんじゃないですか。大体ってことや。そうやな、おおよそ。まあ一応、まあ大体っていいでしょ。一応、おおよそって感じ。いやー、大体の方がなんか分かりやすない。大体、約でいいわ。そっちの方がよう使うもんね。約 88% の、まあ、数字祈祷から、いや、いいか、後ろからでいいか。なんとかの約 80% ってことやな。乗客の時間、パッセンジャーの時間やから、うん、まあ、そのお客さんたちの時間の約 80%、じゃあ 88% っていうのが、was spent。spend が過ごすってやつやな。過ごすの B プラス過去分詞で受け身になってますから。過ごされてるみたいな意味なんかな。まあ、だって時間が主語やからな。だから一応受け身になってんねんで、言うて、B 動詞プラス過去分詞になってますんで、これでね。受け身です。過ごされていますってことね。ただまあ訳すときは、88% をこういう風にして過ごしてますでいいと思います。何に対して何をして過ごしてんねん言ったら、just standing around。ただ、そのまあたりで立っているとか、waiting for。あ、これはあれやな。コンマ ing 祈祷から分子構文か。よいしょ。これ分子構文やね。一応書いときますけど、分子構文、時、理由、条件、結果、情報、付帯状況なんじゃな。まあ今回付帯状況でいいんじゃないですか。何々しながらってやつ。しながらとかでいいと思います。waiting for their baggage やから、自分たちの荷物を待ちながら、その辺で突っ立っているだけってことや。ただただ突っ立っていって、過ごしていますよということね。だから、飛行機降りてからの時間の約 88% の時間をそういうふうに、ただ待つだけで過ごしてしまってるということやね。だからすごいこう、なんや、待ってる時間が長く感じてクレームが入るってことなんでしょう。んで、The airport decided on a new approach.ね、空港は新しいアプローチを、決定しましたよと、ね、これさ上の方で何ですか、decide は to とセットやで話したやん。ここかこれな。これあれな、当然後ろに動詞持ってくる時の話な。その時はこれちゃんと to 不定詞持ってきてよいう話。 decide は後ろに ing 系を取るやつじゃないからね、目的語に。だから decide to だよって話ね。ただ今回はこれ後ろに別に動詞来るわけじゃないから、だからオンでいいよという話ね。このオン前置詞です。何々についてって感じかな。新しいアプローチについて決定しましたよということです。まあ一応オンマーキングしておきます。何々について、何々に関して、ついてでいいか。新しいアプローチの仕方について、空港は決定しましたよと。It moved、このコロンはあれな、そのアプローチの内容な。アプローチの内容がコロンの後ろやでいう話や。It moved the arrival gates farther away from the main terminal. それは moved、まあそれっていうのは空港側ね、会社側がですよ。その会社は moved、動かしたよってことです。
move はね、動くっていうのと動かすっていうのはあるんだけど、動くは自動詞な。で、動かすが他動詞ね。これ、自動詞が、まあ勝手にね、自分が動くや。動く。他動詞が、何々、おがつく方な。おがつくのが他動詞。動かす。です。で、今回は後ろにさ、move の後ろに名詞がバーンってきてるやん。ザなんかな、名詞の始まりの合図やから。ここに名詞が来てるってことは、つまり動詞のすぐ後ろに名詞が来るってことは、これ目的語なのよ。つまりこれ目的語を取るのが何々を動かすの方の他動詞側で訳したいから、到着ゲートを動かしたんですよっていう風な訳し方ね。 Further away from the main terminal、 メインターミナルから、めっちゃ離した、離して動かしたってことね。Further は比較かなりってことやな、確か。ちゃうかった？そうやな。さらにもっと、もっと遠くにってことです。もっと遠くに移動させましたよと。from、どこから遠くにするんですか？言ったらメインターミナルやね。メインターミナルからもっと遠くにやりましたよと。今まではだから、メインターミナルにだいぶ近かったよね。到着ゲート、から1分しか立たへんところにあったね。それをもっと遠くにしたよってことです。で、passengers then had to walk six times longer to get their bags. And the number of complaints dropped to almost none. なるほどね。乗客たちは、そうするとぐらいな感じか。そうすると、これだから最初に訳すといいね。そうするとのところは。そうすると乗客たちは had to、 これさっきやったね、have to の過去形な、しなければならなかったよと。 walk six times のこの time は、これ時間っていう意味じゃないですよ。倍です。倍 six times だから6倍ってことです。6倍長く歩かなければならなかったと。何のためにって言ったら to get their bags、自分たちの荷物を受け取るためにや。乗客、そうすると乗客たちは、自分たちの荷物、手荷物を受け取るために、6倍長く歩かなければなりませんでした。さっきはたった1分で到着しとったんやけども、今回は、まあ、要は6倍ってことは6分ってことかな。6分歩かなあかんねんで、ということです。ほんで、and the number of、これさっきもやりました。the number of なんじゃらの数やんな。complaints、不平不満の数っていうのは dropped。drop 落ちるってことですから。to、これは矢印の to な。どこでやったっけ？さっきもなんかあったやろ。あ、これこれこれ。これと同じ感じね。fall to、fell to のこの to の使い方と一緒。dropped to って書いてますから、ね。どこどこまで落ちたよってことです。で、almost はほとんどってことな。ほとんど。で、none っていうのはないってことです。なし、ゼロってことですか。まあ、なし、結構ゼロってことね。ほとんどゼロにまで、落ちましたと。まあ、なくなったってことだね。不満のクレームが。はい、ということでございましたよ。これでいいかな。レッスン5のパート1でした。お疲れ様でした。